そして榊原さんといえば何でしょう4月1日の映像が今出ましたかね。むっちゃ強そうですね。むっちゃ強そうですよ榊原さん。しかも修正は入ってないという。もちろん入ってないですよ本当に。すごい、まあ、穂高さんが上手だからこういうこうなんかね、こう陰影がついた形で綺麗に撮っていただけてるんだと思いますけど。何なんかやってるんですか普段。やってますよ、カーストレーニング。へー、はい、安藤先生っていう女性の先生にパーソナルで教えていただいて、はい、もう去年のそうだな3月ぐらいから通いでして丸1年週、まあ、2回っていうと大げさで、はい、行けるときは週2、大体だから週 1.5 ぐらいのペースで、はいはい、10日に2回ぐらいのペースで1時間ずつ加圧トレーニング。すごいですね。もともと筋肉質でいらっしゃいますもんね。そう、前横ピアアリーナかなんかで宮迫さんと向き合った時に、はい、なんか腕が太いとかっていう、はい、あの時は全く鍛えてない。へえ、はいはい、そうなんですね。だけどまあ年を取ってこう衰えていくんで、特に下半身衰えるんですよ。下半身、下半身を強化しようと思って始めて、まあ、上半身も合わせてやって。これどういう経緯で撮ることになったんですか。いや普通にスチール写真を、はい、最近撮ってないんで、うん、候補の中野さんにですね、はい、撮り直しますって言われて、うん、で一応普通の服着て撮ってるでもなんかシャレでこうちょっと鍛えてるし、はい、裸でも撮ってみるって言って、はい、撮ったら意外にかっこいいですよ、バカウケしてるんですよこれ。しかもエイプリルフールっていうことを、うん、ずいぶん明かさなかったじゃないですか、はい、あれ本当に笹原さんがすぐそのネタバラシするはずだったのに、はい、意地悪だから全然言ってくれないんですよだから結構いろいろこう関係各所からざわついたというか、はい、連絡が殺到したというふうな話はあります。だから本当に戦うのかどうかも含めてですねエイプリルフールっていうことをちゃんと気づいて見てくれた人にはいいんですけど、はいはい、だから昨日も僕レナさんと会った時も、はい、レナさんは全く気づいてなかったです。あ、はい、本当にやると自分のが試合する前に私の試合のカード踏めよって思ったって言ってましたから何やってんだよって思ったらしいですよ。だって実際にWWE のビンス・マクマホン会長も、はい、やってますもんね。50、60超えてからプロレスデビューされたんですよ ね、うん、ですからそういう意味では、まあ、現実的じゃないわけではないという。そうですね、はい、脱ぎましょうか今からいいですかいやこれ本当ね、いい写真です。すごいです、はい、はい、そして